水峠の関所跡、このような縄文カルタ絵札。こういった感じね。なかなかいい絵札でしょう。道からね、100メートルそれるとですね、こういった縄文カルタではね、薄い峠の関所跡、このように読まれている関所がありますよ。皆さん手形持ってますか？私は手形持ってないんですけど、関所破りをするしかないんですけど。よっ。薄い関所の門、関所の沿革。ははあ、随分関所っていうのは距離が長いんですね。江戸川、京都川。どうしようかな。こちらの部分はちょっと写真で補足で、こちらだけ読みますかね。水関所の門、醍醐天皇の正体、2年、899年に軍刀を取り締まるために関所が薄い坂に設けられた。この地に関所が移ったのは元和年間1615年から1623年といわれ、幕藩体制を中心とした徳川幕府の確立安定という政治的意味を持つものとなり、いわゆる入列法に出女の取り締まりを狙いとしたものになった。明治2年1869年、排斥されるまで中山道の要所となった。門柱及び門扉は当時使用されていたもので、総欅材の要所に金具を用いた堅固なものである。他に屋根材6点と大石も当時のもので、昭和34年1月東京大学教授工学博士藤島源次郎氏の設計により復元された。この位置は、板書辺にあたり、復元された門は東門である。なるほど、東門なんですね。どんな門ですか？こういったね、基礎石、当時のものですよ。すごい。ほんと頑丈そうだね。こういった感じ。これがね、水峠の関所跡、関所の門です、こちらがね、薄い関所の復元された門なんですけど、本来ですね、東門なんで、こちらの
位置がですね、まあ、ありまして、まあ、安中藩が管理してたんですけど、まあ、こちら向きにね、まあ、東門なんで、まあ、江戸側っていうかな、だから向こう側に向いてますけど、まあ、ひっくり返して、まあ、その門がねここにあったという、そういった位置関係がねはっきりしますよ。前来た時これなかったんじゃないかな。